で前線ワイドもかなりメンバーが入れ替わりましたけれども、積み上げながらも結果が求められる、まあ、このあたりは両チームに共通しているところですが、非常に難しい舵取りに行きます。渡部ヘディング落としてファンマン、この後ですね、ファンマン、ファンマンは溜めて渡部、中4枚チャンス、柔らかいボール、大前の後ろからヘディング、中村が入ってきました。渡部、ニアにバナダ、ゴール前にはファンマン、ファンマンのヘッド、逆サイドから大前、大前、大前、石川、ダイレクトで合わせました石川のボレー、ファンマのヘッド、何人も散らばりましたが、最終的には元の位置で待っていたファンマの頭に合わせました。宇高が行く、宇高、ドゥドゥへチャンス、ドゥドゥー、キーパー、足でしのぎました。高木監督もこの時間帯はテクニカルエリアに出て少し身振り手振りでポジショニングなども指示しています。ファンマフリックして逆サイド、酒井、酒井のシュート、ファンマが行く、よく抑えました鎌田、7位ジュニオル・バホス、サンドしてシュートまで行かせません。そしてここで長い笛、タイムアップの